ジョス、三つ国トルットだす。今日はですね、モンキーを1年9ヶ月ほど乗ってきたんですけれども、前にね、一番最初の動画で上げたのがカスタム紹介の動画を上げたんですけれども、それが好評につきバージョン2ということで、ボル2ということで、今日はまたそこからもね、いろいろ変わっているところがあるので、それを紹介していきます。ということで、一番最初、まずこちらでございます。はい、サスペンションでございます。最近ね、まあ、交換したものなんですけれども、オーリンズと書いてありますが、オーリンズではありません。オーリンズ風のサスペンションになっております。これ本当はね、モンキーのノーマルのサイズっていうのが320なんですけども、ここからここまでが、でもこれ305っていうことでちょっと短くなっております。そして発覚したことがね、1個あるんですよね。それが何かというと、これ減衰力っていうのを調整するものなんですけれども、そこがなんと25段階調節って書いてあったんですけども、なんとね、25段階どころかどこまでも回っていくっていうね、ことが発覚して、これ実はダミーでした。ここじゃあこの中何が入ってんだよっていうことなんですけれども、ちょっと分かりません。でもね、まあオーリンズ風の見た目だけでね、かっこいいかということでこれにしてありますが、まあ減衰力こっちの方でね、調整できたので、まあその買った時に説明の方にはね、書いてあったんですよね。でもね、それを読まずに自分の方が買ってしまったということで、まあまあしょうがないかというような感じでございます。で、まあ305になったということでね、ちょっといいかい、このね、立てた時というか、こうスタンドを立てた時に、本当だったらもうちょっとこう斜めになってるんですよね。それがサスペンション交換したことによってちょっと立っちゃったんですよね、これがね、こう。なのでこれはね、ちょっとね、バランスが悪くなってしまった部分あります。ただね、乗った時の感じっていうのはね、このサスペンション交換したことによって、まあ足つき良くなりましたよね。320から305までも変わったので、15ミリほど、 1.5 センチほど変わって、このシートの方っていうのも、ノーマルに比べて25ミリほど低くなっているので、約40ミリ、4センチほど低くなっているので、随分足つき良くなりました。意外にね、このモンキーね、大きいので、自分身長170なんですけれども、一番最初ノーマルの状態で買った時、意外にこれぐらいのね、ちょっとね、足つきはあんまり良くなかったんですよね。で、それが今はべったりつくようになりました。まあこのサスペンションに関してはダミーということで、でもまあ見た目重視です、これは。まあでもね、ちゃんとね、減衰力もちゃんと調整できるし、まあ乗り心地としては本当にね、いい感じになっております。次はこちらのバッグでございます。はい、これね、俺が買った時っていうのはまだこのバッグね、つけてる人そんなにいなかったんですけれども、ここ最近もうずっと都内なんかも走っていると、これ系のね、この形のバッグをね、つけてる人すごい多くなりました。まあね、この武骨な感じがかっこいいと思います。それで、まあここにホンダと書いてあるんですが、これは純正に見せるような形で、ただのステッカーを貼ってあるだけです。じゃあちょっと中身開けてきます。はい、これね、サイズが55リットルっていうことなんですけれども、そこそこ広いです。まあフルフェイスのヘルメットを1つ入れても、かなり空いてるスペースがある感じで、まあ本当はね、このモンキーっていうのは、ヘルメットね、ホルダーついてるんですけれども、そこのヘルメットね、かけるところがやっぱりね、すごく不評ということなんですけれども、自分の場合はこれをバッグを、キャリアバッグをつけてるので、まあそんなことは一切なく、快適に、過ごしております。仕事でもね、結構使ってるんで、荷物大量に乗っけたりとかなんかするんで、その時のためにやっぱ40サイズ的には45リットルが多分ベストです、大きさ的には。でもこの55リットルを選んだのは、その仕事で使ったりとか、まあ大量に荷物積んだりするので、これぐらいが自分はちょうどベストかなというような状態でございます。はい、それでこのキャリアバッグなんですけれども、荷物をね、大量に積んだり、重い荷物を積んだりすると、実はね、これがね、どん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 こう斜めになっていくんですよね。斜めになってしまって、ちょっとね、ケツ下がりな感じになってしまった時があったんですよ。それでまあ荷物積んでね、重い荷物積んでたから、まあしょうがないのかなと思ったんですけれども、まあそれをね、今は解消して、ちょっとね、調整をして、そうならないようにしております。はい、ということで、こちらね、キャリアの方も純正品ではないものに、まあキャリアはね、モンキーの場合ね、ついていないんですけども、このまあキャリアバッグをつけるためにキャリアの方も、つけました。金額的にはね、1万5000円ぐらいだったのかな。で、そこでね、ここを
このキャリアも15キロまで OK ということだったんですけども、15キロ乗せてもね、やっぱねだんだん下がってきちゃうんですよね、使ってると。それでその対策として、ここちょっと見ていただきたいんですけれども、まあ、ちょっとゴム割れちゃってるんですが、ここにゴムをかましてます。ここそう、これによってその傾き防止であったり、このウインカーのところに当たってしまって傷がついてしまうので、それを防止するためにここにゴムをかましてます。これによってね、随分改善されました。斜めになることもなくなったですし、ここに当たってたんですけれども、ウインカーのところを傷つかないようにという対策調整をいたしました。はい、じゃあ次はねフロント周りの方行ってみます。まずねフロント周りで一番最初ここですね、ハンドルブレースバーというのを変えました。これはまあね、自分の場合はこのスマホホルダーをつけるためにこれをつけた感じですね。でもこれの効果としては、ハンドルのブレ、ハンドルが結構ね振動あったりして、その振動を抑える役割もしているので、結構重要は重要なんですよね、乗りやすくするために。なのでこれを入れました。前のね動画の時にはこれシルバーだったんですけれども、それがまあ錆びてきたり、このスマホのホルダーも壊れてしまったので、まあゴールドのパーツに交換いたしました。このスマホホルダーもその時と違って交換してあります。はい、次ですね、次はハンドルレバーですね。ゴールドのものにハンドルとクラッチレバーですか、こちらの方もゴールドのものに変えてあります。これもね金額ね3000円とか4000円ぐらいなんですよね。だいたいそれぐらいで変えたんですけれども、バイクのね専門のねパーツショップに行ったりすると意外にこれ高くてね、7000円から1万4、5000円するのかな。モンキー用とかっていうので買おうとしてもそれぐらいしてるので、自分はほぼほぼこういったパーツっていうのは、ヤフオクやネットショッピングで買っています。その方が、断然安く済みます。そしてナックルガードでございます。はい、このナックルガード本当に見た目めっちゃチャチーです本当にこれどうしようもねえなっていうぐらいチャチーですけれども、これね1500円ぐらいで買ったやつなんですよ。実は多分ねこれね質がねアルミなんだけど、アルミっぽくないんですよね。ほら音もアルミじゃないんで、多分これプラスチックに色塗っただけのものだと思います。アルミとは書いてあったんですけれども、音も違うんだよね。はい、ということでこちらも、ナックルガード交換しております。そして次はこちらでございます。フロントキャリアでございます。荷物で乗っかるかって言ったらね、これぐらいしかないんで、乗っかる乗っからないというよりも、これも見た目重視でございます。まあね、なんかちょっとしたものをこう乗せて、まあゴムでこうちょっとね縛ってっていう、まあツーリングとかなんか行くときにはなんかちょっと乗っけてもいいかなっていうような感じでつけました。あとはまあ見た目でオフロード系の感じにしているので、まあその感じに合わせてこれもつけてみました。これも1万2000円ぐらいですね、だいたいね金額的に1万2000円ぐらいで買ってます。そしてこちらでございます。ヘッドライトカバー、ヘッドライトカバーでございます。これもねなんかね見た目これつけると強そうな感じになっていいなと思って、これね値段的には8000円ぐらいですね、だいたい買ったのは。両面テープで止まってるんですけれども、これ縦でもいいし横でもいいしっていうのはどちらでもこう変えて使えるような形のものなんですけれども、自分の場合は縦でつけております。でこれね本当はねツヤありの色だったんですけれども、塗ってツヤ消しにしてあります。見た目的にもねこういったパーツっていうのが黒色のパーツっていうのは全部ほとんどがね艶消しの色なので、それに合わせてこれは艶消しのブラックで塗ってつけてあります。はい、次はこちらでございます。フォグランプでございます。フォグランプ、フォグランプ、はい、こちらもね交換したっていうよりもこれはつけましたね。なんでつけたのかっていうと、まあこのねモンキーに関してはもう自分のね中でも一番気に入らなかったところの一つでございます。それがライト、ヘッドライトがめっちゃ暗くて、夜本当に普通に走ってても本当結構危ないです。本当に危ないので、このフォグランプはつけてそれの対策を取りました。まあそれもね以前の動画でちょっと自分の方で交換した時の動画流してるんですけれども、フォグランプをつけて走ってるところ、消して走ってるところもう全く違います。これはつけた方がいいです皆さんフォグランプは前ね株系のイベントにちょっと行ったことがあったんですけれども、その時にその株を乗ってる人たちも結構な割合でフォグランプはついてました。
自分の場合はこれはだいたい1万円ちょっとぐらいかな、全部で配線とかそういったものも、つけてだいたい1万円ちょっとぐらいで買えたのかな。ただね、スペシャルパーツ竹川とかあの辺のものを専用のパーツで買うと多分3万円ぐらいします。これも中国製なんですけれども、本当に、ね、安いものだと多分5000円から6000円ぐらいで買ってつけることはできるかなと思います。まあこれでね、ずいぶんね解消されました。本当に暗いっていうのはこれつけて本当に正解だったと思います。次はですね、ステップでございます。ステップもね、これね、意外に高くて7000円ぐらいしてます。この両側のステップで。それもゴールドのパーツに変えてあります。もともとこのね、モンキーっていうのは、こちらのこの倒立フォークがノーマルの状態で入ってたんですけれども、このまあモンキーの黄色の色に関してはゴールドが入ってたので、これ結構自分気に入ってたので、ただゴールドパーツっていうのがここだけしか付いてなかったんですよね。なので統一感を持たせるためにいろいろなところでシルバーのパーツではなくゴールドをちょいちょい入れてます。なんでゴールドパーツにしたのかっていうと、やっぱりね、高級感増します。シルバーのパーツよりもゴールドの方がやっぱり映えるかなと思って、黄色だし色的にも合ってるので、まあただね、一つあるのがゴールドしすぎないっていう、ちょっとずつこうバランスよく全体的に前からちょっとずつ入れてるっていうような感じにしてます。あまりにもねゴールドパーツばっかり入れすぎてもちょっといやらしくなってしまうので、入れすぎないようにっていうようなことに気をつけて入れました。オイルキャップ、こちらの方もねゴールドタイプのものに交換してあります。バルブキャップもゴールドに変えて、実はこれ目立たないんですけれども、モールも入れてます。モールもゴールドのモール入れてます。全然目立たないですですが、ゴールドのモールを入れてやってますし、あとこちらもねちょっとねオレンジがかったゴールドっていうので、まあ全体的にこうゴールドパーツをちょっとずつ使ったような感じですね。あとね、こちらチェーンの方もねゴールドパーツに変えてあります。まあちょっと汚れてね、ちょっとゴールドには見えなくなってるんですが、こちらの方も変えてあります。ゴールドの強化チェーンに変えてあります。これは、はいはい。次はこちらのシートになります。シートの方もこれ北っぱなんかのシートなんですけれども、自分的にはねノーマルのシートっていうのはちょっと高いなと思ったので、座り心地は良かったんですけれども高いなと思ったので、こちらの北子の25mm 低くなったものに交換してあります。これはで、まあパイピングもねちょっとねこれオレンジがかかってきてるんですけれども、まあ1年9ヶ月ぐらい乗ってねちょっと劣化はしてきてるんですが、もともと黄色で、まあ合わせた感じの黄色のパイピングが入ったシートに書いてあります。あとね細かなところなんですけども、これがね意外に便利でして、このモンキーって六角レンチを使ってねシートを取るんですよ。でもこのパーツをつけることによって、手回しでも外せるようになるというものでございまして、これをつけてあります。でね、これのね注意点というのがねありましてね、まあ、プラスチックなので締めすぎないようにしないと、こうグッと締めすぎてしまうと割れてしまうっていうのがあったり、あとは走っていて、振動でちょっと緩んできたりするので、これ交換した時の注意点なんですけれども、交換した時は走る前に必ずこう締まってるのかどうかっていうのを確認した方がいいですね。じゃないと自分もねこれ何回かね緩んできてるので、そこだけはちょっと交換した後締めすぎない程度に、キュッとこう確認しながら乗った方がいいかなと思います。これは、はい。次はですねエアクリーナーでございます。こちらウィルズウィンのエアクリーナーが入っております。これ金額は多分ね1万3000とか1万4000ないぐらいだった気がします。モンキーの中でね一番ね嫌いだった部分っていうのがエアクリーナーです。ここにねもう黒い箱が、よく弁当箱って言われてるんですけども、その弁当箱がもっさりした感じがね、何とも言えなく嫌いだったんですよ。なのですっきりさせたくてこれを入れました。でね、やっぱ見た目的にこれがね自分の中で一番かっこいいなと思ったので、こちらの方のエアクリーナーに変えてみました。まあ効果はというとね、やっぱりねシューってねこうね空気を吸い込んでる音もねやっぱちょっと変わったし、まあ見た目的にもこのすっきりしたので、これはすごくお気に入りのものでございます。それでこの注意点なんですけれども、ここね説明書に書いてあったのが、このねパイプのところを突っ込んで
やるだけっていうふうにしか説明書なかったんですけども、これだとゴミとかね、やっぱりホコリとかそういったものが入ってしまうので、ここをコーキングしてあります。コーキングして対策してあります。はい、そしてですね、最後はこのマフラーでございます。なんといってもこのバイクの一番の自慢のアクラボビッチのマフラーでございます。値段結構高かったです。今市販されてるモンキーのマフラーの中で多分このマフラーが一番高いじゃないですかね。まあ自分で調べた限りで多分一番高いと思います。あのね、特徴としてはね、2本出しのこの迫力ある感じのマフラーになっていて、まあ素材はこちらの方がチタンで、こっちのパイプはステンレスなんですけども、この辺は全部チタンでできております。一番気に入ってるのはこの2本出しでドーンと迫力ある、まあ1本から2本に分かれてて、まあ結構ね言われるのが、なんで2本出しになってるのとか、1本から2本になってて、それが不思議がある人も結構いるみたいで、まあでも自分的にはね、この見た目が相当気に入っております。でね、もともとはね、自分ね、スリップオンマフラーって言ってノーマルのマフラーの液パイの方をこう使ってやっていたんですけれども、今はヘッダーパイプっていうここのね、この部分っていうのもアクラポピッチの専用のものに変えて今使っております。まあその効果の方はというと、パワーとかね、そういうのもね結構上がったし、今乗りやすくもなったので、一番の自慢の部分であります。それでこのアクラポピッチのマフラーを入れたんですけれども、カバーっていうのは、このマフラーカバーっていうのは、これノーマルの方のものをつけてるんですが、ちょっとねここがね当たってね、やっぱり乗ってる時にカチ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 って音がするんですよ。そんなものでここにグラスウールを巻いて、ちょっとその当たりをなくする対策を取っております。はい、ということでですね、モンキーカスタム紹介バージョン2ということでお送りしてまいりましたが、どうだったでしょうか。以前ね、あの一番最初にカスタム紹介流したんですけれども、その時からもね1年ちょっと経って、その間にもねいろいろとねカスタムしてきたところがあるんですけれども、カスタムでね、まあ専用のパーツだったり、それのこのモンキー用ということでのパーツをね、あのいろいろつけてきたんですけれども、やっぱりね、このキャリアバッグのここの、ゴムであったりとか、このマフラーの、この、グラスウールであったりとか、エアクリーナーのここにコーキングをしたりですとか、まあその専用のねパーツっていうのをつけても、まあ、合わなかったり、まあ、あのちょっと不具合が出たりっていうのは、やっぱカスタムしてるとどうしても出てくる部分なので、そこはね、あの皆さん自分なりにスタイルに合わせて、調整していただいたりすると、より一層ね長持ちして壊れなく乗れるのかなと思うので、その辺のね、皆さん、参考にしていただければなと。それでですね、まあ自分的にはねこのモンキー非常に気に入っております。本当にまあいろいろ苦労した部分もね、カスタムしながらいろいろあったんですけれども、まあ、非常に楽しくモンキーライフを送っております。皆さんもね、モンキー気になっている方や、それから今後購入してみたいなと思う方いたらば、ぜひ参考にしていただければと思います。それでは皆さん、今日はこの辺で締めさせていただきます。それではまた。